え本日の何やってんだよニュースなんですけども25歳のこのパッと見まあおとなしそうなねイケメン顔ですよ秀才にも見えますねところが彼はなんと潤若き女子高生の下着を奪い性的暴行つまりレイプに及んだということですよねなんとですね5 0ルほど追っかけていって女の子をマンションの陰に連れ込んでですねそこでやっちまったとでさらに記念にパンツもらっていくぜ っっってて言たたパンツを持って帰ったというねそしてあっという間に逮捕されたとで逮捕されたんだけども警視庁の方は彼をかばってるみたいなんですよね伊藤容疑者の認否を明らかにせずなんか気持ちの悪い事件ですねきちんと警察機能してんだ二重の意味で何やってんだよねこいつに何やってんだよっていうのと警視庁ちゃんとお前仕事してんのか何やってんだよっていうとこですねちょっとね動画の方クらクらっと見てみましょうか ねこうやってフラッシュ浴びてお父さんお母さんは今50代ぐらいだぞもう俺と同じぐらいの年齢かなお父さんお母さんもちょっと情けないよねこんな息子が性的暴行で女の子はもう一生傷ですよこれどうしてくれんだよ女子高校生に声かけてねっ 50m 追いかけてマンションの敷地内に連れ込みねパンツ脱げこれさくなかったらね すすごいセリフですねよく思いついたな、パンツ脱げ、殺されたくなかったらって、パンツを脱がないと殺されるってどういう心境なんでしょう、これ。何やってんだよ、本当に、お前。まあ、かっこいい男になろうぜ、正々堂々と、お前、口説け、やろということでございました。